こんばんは、ナショメダンです。今日はですね、塔の上のモアネットの、緊急クエストがやってくるということで、それをプレイしたいと思います。3時からやってくるということで、どうなんでしょうかね。ふもとの村っていいですか？あ、第3の塔にも今ありましたね。緊急クエスト、ふもとの村の危機。そして、泳ぎ、ここの第3の塔の、魔物大反乱。え？敵レベル65。これはまだ勝てないかな、今の段階では。これはちょっときついね。この第3の塔総統戦の44のやつでも、これは勝てるんですけど、それなりに安全というほどでもないので、65はちょっときついな。これはちょっと様子見てみましょう。で、今168万ポイントで、あと、まあ、340万ポイント欲しいですね。というところ、じゃあ、ふもとの村の方行ってみましょうか。こちらはまあ、そんなに強くなさそうなんで、レベル26ということです。で、これで何ポイントもらえるのか、果たして。しかし、驚いたなぁ。64ですか。かなりの高難度クエストとは確かに書いてありましたからね。思ったより高い。ということは、あれをクリアすると相当もらえますね、おそらく。まあ、ここは加速しても大丈夫でしょう。敵レベルが21級なので。大丈夫ですね。あ、もう一体やるか。ああ、そうですか。はい。うん。はい、どうでしょうか。57、5700、5700、10400、10400ということで、2万ポイントぐらいですか。まあ、実質上は、魔物の檻の方が美味しそうですね。で、問題はこれですけど、まあ、これ一回ちょっと挑んでみますかね。どんなものか。ちょっと勝てる気はあんましないですが。一応、フレンドの中で最強の、レベル64のクラウディアを連れて、挑んでみようと思います。回復役を連れてった方がいいんでしょうけどね。ただ、それだとベラか、回復薬連れてこうかな。ちょっと、編成を、ベラ外してみましょう。一応ベラを外せば今回復は入れられるんです。あ、でもな、大して育ってないんだよな。バネッサを入れられるんですけど、大して育ってないんですよね。ちょっと少しでも育ててから行きましょうか。アルカナを大してもったいませんが、ちょっともったいないですけど、成長アルカナを使って。
どうかな。でもベラーも強いからな。まあいいや、これで行ってみよう。緊急クエスト、魔物大反乱。参ります。これはちょっと加速はしない方がいいですね。加速しても多分勝てないでしょうから、ゆっくり攻めさせてもらいます。ウェーブが5。斧を持ってる敵なので、それは、魔法使いだと楽なんですよね。ここまでは楽ですね。あれ？こんな敵ばっかりだったら全然ダメですけどね。どうでしょうか。あ、今やっぱりシールドを持ってるからいいかな。あ、下から。そう。下に回さないと。あれ？なんか重い。はい。あ、もうボスだ。一回目のボスは、ボスにちょっと集中しましょうか。ここ行って貫通します。お、強いぞ。上から回ったらいいな。まあ、なんとか倒せました。いやー、しかし結構きついぞ。まさにギリギリのやりくりって感じですね。あー、シェアラが持たないな。これでボスに戦わなきゃいけないのか。うわ、これきつい。うわぁ、厳しいな。うわぁ、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。全開で抑えに行かないと。必死のセーブですね。うわっ、ギリギリだな。あー、スキルが悪いな。いやー、これは厳しい戦いだわ。確実に勝てるとは言えないですね。で、これってどれぐらいもらえるんでしょうかね。1250でしょ。お、11,000の16,500の27,500の27,500でしたね、今。ということで、55,000の28,000。
8万ぐらい。もうちょっといってるかもしれないですね。まあ結構美味しいことは間違いないです。ただ、激烈に強いですね。まあなかなかもうちょっと強くならないと危ないですね。まあ、といった感じで、塔の上のモアネットの、緊急クエストでした。ご視聴ありがとうございました。